アメリカの2024会計年度予算の一部が、9日、バイデン大統領の署名によって成立しました。これにより、9日から政府機関が部分的に閉鎖に追い込まれる事態は回避されました。ただ、成立した予算は農業や運輸分野の一部の支出が対象で、国防などの分野は今月22日に期限を迎えることから、アメリカ議会は対応を急ぐ方針です。